劇中描写だと強そうだけど、兵器としての評価はどんなものなの？ヒルドルブ。ショベルアームなんてどこで使うんだ？劇中でザクを殴っていた。先手打つ前に塹壕を掘って隠れてたでしょう。正面戦闘以外ではかなり役に立つと思うが、マーザクにムエスのスコットも足せた方便理想ではある。塹壕掘削用なのに整備員が鋭くといでそう。あの世界観で MS の技術を使って通常兵器を作ったら通常兵器ではなくなるというサンプル。ヒルドルブは不採用になったんで、わざわざ MS 化させた結果で、最初に設計された段階では単なるでかい戦車。通常兵器を MS の技術で強化したんやな。普通に強そうだけど、なんで失敗兵器なんだろう。生産コストがバカ高い。混乱量産するより MS とマゼラアタックの共同運用で良いじゃんってなった。使える場所が限られる。よく見ると劇中では手法が起動してる MS には一発も当たってない。当たったのは全て奇襲か尊念の技術と工夫で当てただけ。当たれば MS なんか一撃だけど、そもそも尊念レベルでも動く相手にはほぼ当たらない。劇中の状況で強かっただけで、要素を見ると普通に運用してもまともに使えない。その地上での射撃修正をする前に総武線に入ったんだから、初段命中してるだけすげえよ。尊念以外の一般兵が使いこなせるとは思えない。こんなもん一人で動かさせるなよ。運転手と他をやる人で最低でも副座敷がいいね。61すら二人乗りって宇宙世紀の戦車事情どうなってんの。すらっていうか、火力重視で2連砲塔にしたせいで乗員を減らさざるを得なくなった感じらしい。もっともデータリンクで乗員数の不利を十分補える見込みだから問題なかった。ミノフスキー粒子散布されてデータリンクが死んだ。61戦車はまあ自動球団だろうし、装填手は削れる。確実に必要な運転手と砲手は削れないので置いとく。通信手と車掌はどっちかで兼任できるのでって感じだろうな。ジムより61式好き。オープニングみたいに戦車部隊との連携が08で見たかった。かっこいいよね。未連装と火星尾大変そうだけど、ガンダムメカに見えないボックスアート。尊念さん一人で戦車あれだけ動かせて、それでも MS への転向落ちたとか。 MS と戦車では操縦方法が違うんでしょ。戦車は2次元的な戦闘だろうけど、 MS は3次元的な戦闘センスが求められるしな。だからか元戦闘機乗りとかの方が MS の操縦に適してるとか、連邦の古参パイロットも元戦闘機乗りが多いと聞いた。これに乗った尊念のおっさんが強いんであって、量産してそこらの一般兵乗せたとしてもそんなにな結果になると思う。高運用環境を選ぶところがコスパ悪い。連邦が MS 出してきた時期ならともかく戦車相手ならザクで十分だし。クソでかい戦車が活躍できる戦場なんてそうそうないしな。でかすぎて戦闘よりも運搬整備に苦労しそう。手法の再利用先というか、機密保持のために吹っ飛ばすとかせず、あの状態のまま放置されてたのに驚きだよ。尊念の怨念がこもっとんねん。現実の戦車も高速移動目標相手に当てること前提の設計じゃねえしな。この
その手の方は目標付近で砲弾が炸裂して広範囲に破片を撒き散らして被害与えるものなので問題ない。活躍に偉いさがある。そいつは活躍がイメージ映像すぎる。ジオン側の陸上空母をほぼ3機で撃破できるとかオーバースペックにも程がある。あの活躍は初見殺しみたいのものだから次回踏襲しても対策取られてしまうと思う。大砲撃つ腕前だけでも十分役に立ちそうなのに。そんねんおじさんにしろヨルムンランドの人にしろ、そういう人材をうまく活かせないのがジオンが配軍たるゆえん。マゼラアタックは分離して飛行することを忘れてはいけない。尊念少佐は飛行技能もダメだ。5分程度しか飛べないらしいし、脱出用がメインじゃないの。普通に攻撃用兵器だから尊念の居場所はなくなった。飛行時の命中率は激悪で射程600メートルとかあんまり飛ばす意味ないな。まあ飛べるって選択肢があるのはすごい良いことだけど。マジで何を考えてあんなもん作ったんだろうな。宇宙戦艦がビーム砲化したのでいらなくなった火薬砲の再利用。最強タンク。選択肢1個間違えるだけで爆散するじゃん。地雷で死ぬザクに遭遇して死ぬ。マゼラアタックに襲われて死ぬ。セントリーガンすら倒せない。ジム相手にどこまでやれるか見たかった。遠吠えは落日に染まった。やっぱかっこいいよなヒルドルグ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いするのだ。